今から朝食を作ろうと思うんですけど、まあせっかくだからね、なんか火を燃やして作りたいですよね。で、今ちょっと薪を探してます。なるべくね、乾いた、よく燃えそうな薪がいいですよね。こういうとこに落ちてる薪は日陰だから、あんまり良くないんじゃないかなと思うけども、最悪まあ、日陰の薪でも頑張れば燃えるからな。あ、なんか、なんとなく歩いてたら、いいやつ見つけた。これなんか、これね、こういうふうに、こういうふうに折ってみてパキッと折れたら、もうこれ乾燥してるってことだから、十分使い物になる薪ですね。これ持ってきますか。しこんだけあれば、バッチリでしょう。今で、煮炊き場を作ってます。こういうふうに薪をくべるんだけども、こう下下がりになっちゃうんですよ。だからここにこう木をかまして、こうまっすぐにくべられるように高さ調整するんですね。まずは先っぽの細い枝を入れて着火しましょうか。火が安定するまでに食材を加工していきますか。玉ねぎ、にんにく、生姜、油入れます。で、玉ねぎ。なんだか座りが悪いな。こんなもんかね。よいしょ。なんとなく水平になった。いや、やっぱりね、ネイチャーストーブ使いやすいですね。昔ながらのキャンプ用のかまどあるじゃないですか。ああいう煮炊き場とかに。それ一回使ったんだけども、すごく使いづらいし、燃費も悪いんだよね。これだったらやっぱりよく燃えてくれるし、小枝で調理できるから非常に使い勝手いいっすね。そしたらきのこと、にんにく、玉ねぎですね、投入していきましょうか。そうしましたら、サバ缶を投入します。キャンプは缶詰が便利でいいよね。生鮮品、肉とか買っちゃうといちいちその肉の鮮度心配しなきゃいけないけども、缶詰だとそういうこともないですからね。楽でいいですわ。で、まあしばらく煮込む感じでいきます。でね、ちょっと軽く塩も振っとくか。危ね。ちょっと不安定だから
ちゃんとしっかり柄を持ちながら潰していきますね。よいしょ。油断してたな今。結構巻きあったんだね。あったね。どこから持ってきたの？なんかすごい日当たりのいいとこにさ、あの倒れてる木があってそっからへし折ってきたわ。日当たりの悪いところの薪だとね、なんかしけってダメなのよ。煙もいっぱい出るし。サバの水気が飛んできたな。さあ味見してみる。あ、醤油入れたいですね、これ。醤油入れます。醤油を入れたらもちろんみりんも入れたくなってくるな。結構いい感じになってきたんじゃないですかね。もう一回味見します。うん、いい感じ。いや、これはこれで完成です。次はね、パンを焼きたいんですけど、パンを焼くにはこれ炭にしなきゃいけないんだよね。ちょっと炭になるまでしばらくこれほっときますか。でその間に GoPro の電池でも取り替えておきますか。マシュか。あ、いい感じに炭になってきたんじゃないですかね。うん、じゃあちょっとパンを焼きますか。その前にパン切らなきゃな。ラムーっていう店で買ってきたパンなんだけど、これで100円なんだよな。めちゃめちゃ安い。某実用太郎さんが愛用しているラム。どんなもんかと思ってちょっと試しに、こっちの長野の方にはあるから行ってみたら、めちゃめちゃいろんなものが安かったっていう。のっける？火力強すぎだと思うんだよな。なんかいい方法ないですかね。火箸のトングにアルミホイルを巻きつけて使うっていうのはどうだろうか。網使えばいいじゃん。あ、そうだ、網だ、網。なんだ、網あるの忘れてた。え、なんかさ、網あるのにあえて網出しでやる方法をやってんのかなと思って。忘れてた、トング。網ありましたよ。メガネ、メガネみたいな。網、網だよね。この安定性、炭火焼きパンだよ。その間に第2弾第3弾も切っとくか。これフランスパンなんだよな。なんかちょっと形はドームっぽいけども、だからさっきのサバのなんか、なんていうの、あれよくフランスパンにサバパン挟んで食うのないっけ。あれをイメージして作ったんだが、なんかシャレオツキャンプ飯っぽくてよくないか。炭火の量が足りなくなってきた気がするな。このネイチャーストーブの欠点はやっぱり小さいからすぐに炭火が尽きるっていうことですね。もうちょっと炭をいっぱい作ってからもう一回パン焼きますか。やっぱちょっと火力強いから。火力強いっすよ、もう焦げてる。なるべく強火でガーッとやりたいんだよな。ああ、だけどもう火が出てない方がいいっていう。バルミューダ風。あ、バルミューダ風。あれはなんか水やんないと、蒸気やらんといけんけど。あ、そこそこ。あれも要は一緒だよな。なんか水っぽいパンを一気に焼き上げるみたいな感じじゃないの。しゃ、じゃあいただきますかね。いただきます。よし、これマジウマじゃない？やばい。キャンプ飯してる感じでいいね。シャレオツ。うん。なんかさ、うん、こう薪ストーブとかネイチャーストーブとか、うちにいろんなストーブあるじゃん。うん。てか何持ってくか迷ったんだけども、やっぱネイチャーストーブで正解だったな。おー。薪ストーブだと、あのでかい薪をくべなきゃいけないんだけどさ、それノコギリで切らんといかんのよ。小枝でできるね、
ウッドストーブだと、ウッドガスストーブだ。これ何？ネイチャーストーブか。なんかもうわかんない、わけわかんなくなってる、ストーブ持ちすぎて。小枝でできるからさ、そこら辺にある小枝ポキポキ人力で折れるからな、楽でいいんだよね、うん、小枝だったらいっぱい落ちてるからいいよね、ここ。そうそうそう、薪も持ってこようかどうしようか迷ったんだよね。持ってこなくて正解だよ、もう腐るほどあるからな、うん、やっぱりさ、犬を乗せてると積載量かなり落ちるからね、うん、相当準備大変だったよな。本当あの前の日が、あの一日が一番疲れたよ。一番辛かった。準備もあるしさ、うん、家を開けるから、そのための準備もさ、うん、するじゃん。そうだな。なんか普段さ、うん、キャンプみたいな生活してでも、いざキャンプになると混乱するんだと思って。何持っていいか分かん、持っていっていいか分かんないっていうね。うん、だからできるだけ持っていきたいんだけど、でも積載量があんまりないから、どれをさ、うん、やめるかっていうその選択がね。そう。で、悩んで。だって最初薪ストーブ持ってくって言ってたもんね。もうね、あれはちょっとおかしかったわ。薪ストーブ乗らねえんだよ、そもそも。なんか松野さんがさ、昔、うん、スーパーカブの荷台に薪ストーブ、うん、あのくくりつけて、よくキャンプ行ったもんだよとか言ってたからさ。それかっこいいと思って、うん、それが頭にあってさ、薪ストーブ持ってこうと思ったんだけども、うん、そもそも犬積んでるせいでさ、積載量がないっていうね。こんにちは。あ、こんにちは。あ、どうぞ。はい、そうです、そうです。はい、ちなみにいろんな人たちからね、うん、撫でてもらっていいね。お名前は？名前は稲荷です。おー、稲荷さん。で、女の子で7歳。あ、結構落としました。そうそう、いい子だね。いい子ですね。でもなんだろうね、急に、絶対さ、すぐに仰向けになんないよね。うん、で、最初さ、なんかこうやってさ、私何もしませんからどうぞ撫でてくださいみたいな感じ、どうぞいらっしゃいみたいな感じでさ、待っててさ、やっぱりあれかね、ちょっと様子を伺ってる感じあるな、うん、でも俺の時なんかさ、初っ端から飛びかかってきたけどね。なんだろうね、あの違いは。もう最後にさ、はい、もうパンのカスで、うん、クリーニングするという。よくさ、うん、あのキャンプとかしたら洗い物が大変だから、うん、こういうのパンですくったり、あとはスープにして飲んだりするみたいな見るんだけども、うん、普段からやっとるわって感じだよ。暮らしの技が生きてますね。はい、うん、ごちそうさまでした。